みなさん、こんにちは、れいなです。今日ははしご酒をしたいと思います。ここは伏見の地下街です。ここでもう前からずっと飲みに行きたかったなという場所で今日は選ばれました。で、ちなみにこちらの1万円を用意しました。この1万円は2人で飲みに行くとどれぐらい持つのかなという企画です。じゃあ行きましょう。はい、れいな所長、今日は金曜日の夜、花金ですよ。そうだよ、サラリーマンもいっぱいいますよ。そうだよ、私もめちゃめちゃ飲みたいよ。ちなみに今日なんかおしゃれですね。あ、これどうしたんですか、おめかしして。M で買いましたよ、このコーデ。いいですね。でしょ。ちなみに今日の動画の中でお得なキャンペーンも紹介しますので、この動画の最後まで見てみてくださいね。これ一つ目のお店にしたい。鉄板焼きですよ。でも広島スタイルだよ。レナの大好きな。そうだよ、行きましょう。じゃあまずはお飲み物。タカは生。これ生。何がある、はい、生。メガサイズ1リットルある。ノノノ、はい、メガサイズ1リットルでお願いします。ノノノノノノノ、すいません、注文いいですか。はい、お願いします。ゆずサワー1つと、あとは生中、生メガサイズ1リットルの方で、はい。あと食べ物はお好み焼きの中でおすすめとかってありますか。シャリサバ。あ、はい、それにします。そばと一緒に食べます。そばで、はい、ありがとうございます。見て、ベーコン焼き始めました。来ました。これドイツサイズだよ。ドイツの1リットルビール。乾杯。乾杯。あ、うまっ。なんでまだ、何、食べ物が来る前に全部食べちゃうから。広島名物の2つは何ですか。魚の練り物。魚の練り物。揚げた、食べたい。それ一つください、はい。メニューもさ、壁に映ってるけどさ、めっちゃ多いじゃん。ああ、そう考えると正直俺ら今日1万円企画で行ってさ、 2,3 軒行くからさ、だいぶセーブしてるけど、普通に来たら超楽しそうだよ、いろいろ頼めて。そうそう、レナ社長がケチだから3万円はしご酒とかにするんじゃない。おお、そんなお金ない。うわ、うまそう。やばやばいやばい。来ました、煎じ柄。皆さん知ってましたか。うん、これはビールが進む。ね、酒のお供に最高な感じ。うん、美味しそう。クレープみたいですね。だから広島スタイルが美味しいよ、お好み焼き。大阪スタイルか広島スタイルか、そのチョイスがあるとさすがに広島スタイルでしょという私だけ。今だいぶ大阪の人を敵に回しましたよ。だよね。これは大阪スタイル好きですよ。多分大阪の視聴者と広島の視聴者比べると大阪の視聴者の方が多いかなと思って、そっちを味方しときましたよ。出来上がりました。あ、美味しそう。うまそう。これ家で見てる人なんかもうお腹減ってくるんじゃない今。もうよだれだよ。ね。うん、うまっ、めっちゃ美味しい。グビグビグビ。さっき俺大阪のお好み焼きの方がうまいって言ったけど、いい勝負しますね。広島焼きめちゃめちゃうまいね。あれ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 、社長なくなりましたね。足りなかった。うわ、なくなっちゃいました。飲み終わりましたね。もう一杯いきますか。ノー、見て、食べ終わりましたね。食べ終わりましたよ。ということで、お店行きましょうか、次。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、美味しかったですね。いくらだと思う。4000円5000円。そう、4000円だよ。4000円。お、安い。4171円。5000円超えるかと思ってましたよ、あの飲んで食べてしたから。じゃあ次のお店を探しましょうかね。お寿司とか野菜が多いお店とか魚が多いお店とか。レナ市長、おしゃれな服を着てますが、みんなに紹介した方がいいんじゃないですか。ああ、はい、オッケー。じゃあ紹介しますね。
全体のコーデがテムで買いましたよ。何でも売ってるんですけど、私は今日このカーディガン、まあ、今日ちょっと寒くなりましたし、さっき雨降ってたからちょっとこう秋っぽい、すごい触り心地のいいカーディガンを選びました。その下にこのシャツが、まあ、カラフルでレナっぽくない？このデザインでしょ？これめちゃめちゃいいのが、洗ったら全くシワシワにならないから、ね、すっごい楽ですよ。次はこの黒いズボンは特にストレッチが特徴で伸びるから、シュッとしてどれだけ食べてもどれだけ太っても大丈夫と。あとはポケットがある、ここに。だからさっきのお金とかここに入れれる。あ、ここにじゃあ俺の飲み代が入ってるってことですか？まだ5000円見えましたよ。まだどれだけでも飲めますよ。これ本当に履き心地がいい。靴もテムで買いました。可愛いでしょ？うわ、色が確かにレナの好きなターコイズブルーの靴で、すっごく履き心地がいい。柔らかくてこのシーズンにぴったりの靴だよ。このバックパックも買いました。でサイズがちょうどいいし、海外に行くときにオープンはバックにあるから何も盗められない。じゃあ前からはスリとかに合わないってことね。前にチャックがついてなくて、うん、でここにサイドポケットが2つあるから、それもなんかいろんなものが分けられるから、すっごいサイズもいいし、俺たちみたいにさ、こう撮影機材をちょっと入れたりとかさ、そうする人にはちょうどいい大きさだよね。大きすぎず小さすぎず、収納力抜群。どう？いいでしょ？靴まで全部揃えましたよ。でもちろん、なんか今家にある服といろいろコーディネートできる、ね、じゃあ次行きましょうか。はい、これマジですごいよ。何百メートルあるんだろう、これ。こっちの端から、めっちゃめちゃ長い。向こうの端まで500メートル、600メートルぐらいあると思う。タカちゃん、タカちゃん、見て、ここの席がちょうど空いてますよ。センベロセットとかがあるから、飲んで食べて安い。センベロ、行きますか、センベロ。ちょっと聞いてみましょうね。センベロセット A に、梅酒のソーダ割りをください。生鯛と牛すじ大根、とりあえず以上で。はい、来ました。おー、すごい。おー、センベロセット。え、普通に豪華だね。すごい、これすごい斬新じゃない？これこっちもう通路だよ。駅の奥に改札ありますよ。何その割にって感じ。私これが好きだよ。なんというかわかんないけど、めっちゃぐわってスポンジみたいに吸ってるやつね。でしょ。とシューマイ、うん、とシューマイ、串カツ、飲み物のレナの梅酒、ソーダ割りで1100円だよ。レナ人生初のセンベロセット。はい、ありがとうございます。でかいな、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに僕はセンベロセットだと生鯛頼めなかったので、生鯛普通に単品しました。はい、ありがとうございます。あ、来た。おお、牛すじ大根来ました。じゃあ、では乾杯。乾杯。キリン。はあ、やっぱり梅酒が最高。さっき1リットルは飲んでないみたいな感じのリアクション。これなんだろう。名古屋だけど意外と味噌カツじゃないんだね。味噌カツじゃないし、カツじゃない、ただの串カツだね。パリパリでお肉が入ってる。次はこれ何？ジューシーのやつ。これなんだろうね。うお、おいしい、おいしい、おいしい。うーん、ジューシー。もうこれもすごい美味しそうだけどね。見てこれ、牛すじ大根煮込み。あ、これ最高。味っぽい、名古屋っぽい。ちなみに今上でめちゃくちゃ電車の音がゴーってなってたよ。上じゃないよ、ここで通ってる。横か、横で通ってる。あ、こっち、ここ、そうだよ、この横。 Yes。 そう思うといいね。地下鉄の終電までさ、ここで飲んで時間が終電的だ。おかげーっつって走ってけばさ、間に合うとかしょ、あっちに。シューマイ、シューマイめっちゃ綺麗だよ、ツヤツヤだよ。でかっ、めっちゃでかくないこのシューマイ。お肉パンパンじゃん。そう、すごっ。飲みっぷりいいですね。ちょっとして今おじさん出ましたね。そう、おおおおじゃないよっていうおじさん出ましたね。おおじゃないよ。飲みますかビール。あとちょっとしか残ってませんけど、大丈夫ですか。はい、
早っ。はい、ごちそうさまでした。次行きましょう。2630円。安い。2630円。さすがセンベロ。あと3000円ちょっと。ああ、え、これもうあと2軒いけますよ。どうしますか、ベロベロになりますよ。もうでも食べれないよね、お腹いっぱいで。うん、そう、お腹いっぱいで飲めない。はい、ペロペロです。ペロペロでございます。ペロペロです。はい、次行きましょう。あれ、だいぶ閉まってきたんじゃない周り。タカちゃん、今何時ですか？10時25分です。何時に来ましたか？8時。あれ、もう2時間3時間経ってる。そう、まだ2軒しか行ってないので3時間経ってますよ。2時間半。ということで、いろいろお店が閉まり始めてきました。でもここまだやってる。終電がもうすぐ近まってます。見て、ここのお店がやってる。あ、行きますか。はい、ここに飲み屋。意外と本当にたくさんありますね、ここら辺。もうお腹いっぱいだもんね。そう、ロックがいいですか、ハイボールですか。ハイボールかな。ハイボールはおすすめしていいですか。お願いします。この種類の中から選ぶというアイリッシュウイスキーで、はい、バスカバがめっちゃいいんですよ。見たことない。一杯600円。まずこれで、はい、ソーダで。パカは何かおすすめあります？人気のブレンドラー。飲み方は何がおすすめですか？ロックかハイボール。ハイボールにしようかな。バスカーでございます。はい、バスカーレナ。僕グレン・グラント。グレン・グラント。はい、ありがとうございます。あと、いぶりがっこもらっていいですか？はい、あります。はい、あります。はい、一つください。じゃあ乾杯。はい、乾杯。乾杯。おお、ウイスキーの香り、すっごい飲みやすい。おお、さっぱり。ちょっとちょうだい。全然味違うよ。これの俺こっちの方が好きだわ。え、よかったね。よかったね。俺こっちの方が好きです。皆さん知ってますか、このバスカーってやつと、グレン・グラント。見たことない。ウイスキー好きだったら分かるのかな。でも1杯600円、700円だから、普通に庶民が手が届くレベルだよね、俺たちみたいな。そう、ちょっとトイレ行ってきます。おトイレって鍵がいります。鍵あります。あ、鍵あるんだ。鍵を持ってもらって、こっちこの鍵を持って、あっちですか。米を右に行ってください。わかりました。かわいい。はい。名古屋最高です。流れてわかんないんだけど、これ面白いね。お父さん、ちなみに報道をつけてます。はい、いいですよ。自家製の報道をつけてます。お父さん、よく来るんですか。まあ、よく来ます。パトロールしてます。パトロール。タカが勝手にいぶりがっこを注文しました。いぶりがっこわかります？チーズ。クリームチーズかな。と、お漬物のいぶりがっこ。そう。クリーミーで美味しい。いつもは日本にいらっしゃる。いつも名古屋にいます。なんで名古屋なんですか。なんで名古屋。僕の実家が名古屋なんです。東京とかね、名古屋市。名古屋市。僕名古屋市じゃないですか。あ、どこ出身なんですか。千葉です。え、結婚してこちらに来たんですか。結婚する前に。あ、はい。ちなみに奥さんは上海。国際結婚ですね。僕らと一緒じゃないですか。国際結婚。国際結婚。日本人。僕日本人です。僕何人に見えます？よく言われます。韓国系中国かなって言われます。ちなみに今日お子さん生まれました。今日おめでとうございます。ありがとうございます。さっき写真見せてもらったけどめっちゃ可愛かったね。本当にすごい天使みたいな感じ。まだいないですよ。いつ頃？今考えてます。今考えてます。決めましょう。今日ましょう。今日決めましょう。24年ぐらいですか。5年までかな。お姉さんおいくつですか。31。僕も31歳です。お兄さんめっちゃ若いですよね。23ぐらいですね。本当ですか。僕いくつに見えます。肌きれい35歳。そう、私も35かなと思ってたんですけど、全然違うんですか。全然違うんですか。47です。マジですか。47です。もうすぐ50です。アラフィフ。47で初めて結婚して。あ、そっか。結婚して何年ですか。7、8年でやっとこう。じゃあ、まあ、全然待ってもいいよっていうこと。4年ぐらいまだ全然大丈夫。僕もう一杯もらいます。まだ違うやつ飲んでみた方がいいんじゃない。甘じょっぱい。甘じょっぱいです。こっちはちょっとスモーキー。あー、そう、
ハイボールおすすめですか。じゃあハイボールでいこうか。はい、スモーキー、スモーキー、こっちスモーキー、ちょっとだけスモーキー、こっちはちょっと甘じょっぱい、はい、乾杯。レベルアップされました。うわスモーキーそんな、これ飲みやすいよ。お父さん、お父さん、またね、バイバイ。これすごいですね。割とライトピン。ダメだ、俺ビギナーすぎて。すごいスモーキーで美味しいなと思った今。こっちが甘じょっぱい。うん、ちょっとこれ飲みやすいよ。美味しいよ。全然違う。でも面白いですね。ウイスキーって同じウイスキーじゃないですか。甘みが違うっすね。全然違うんですよ。このイブリガッコあるじゃない？いや、なんかめっちゃ青いよ。このイブリガッコとさっきのスモーキーの。ああ。うん。ちなみに今日1万円企画3軒行きました。うん。何人かの視聴者に声をかけてもらいました。そうだね。1軒目の鉄板焼きでも声かけてもらったし。このお店でも実は見てますよって声かけてもらいました。皆さん声かけてください。レナ所長もなかなか有名になってきましたね。なんか悪いことできませんよ、本当に名古屋で。悪いことしようとしない。悪いことしたらバレますよ。気をつけてくださいよ。しようとしない。飲みっぷりですね。今日何杯飲みましたか、社長。4杯飲みましたか。ウイスキー2杯と梅酒1杯と最初はユズサワー。ウイスキーのファンになったかもしれない。俺もともとウイスキーそんな好きじゃなかったけど美味しい。お姉ちゃん飲み終わりましたね。飲みました。でもスモーキーだったよね。これめちゃくちゃスモーキー。でもやっぱイブリガッコとめっちゃ合うから美味しかった。あーそうだね。俺スモーキーのが好きかもしれないわ、さっぱり。はい、あとお金足りなかったら走って逃げましょうか。それ走って逃げましょう。足りなさそうな気がします。僕らよくやりますよ、走って逃げること。そう、よくやるの。やばい。お会計お願いします。はい、マスターおめでとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。バイバイ。じゃあ帰りますか。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。帰れません。あれ上に上がれるんですね。わかりました、行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、駅に戻ってきました。今日のはしご酒楽しかったよ。ちなみにいくらか分かる、たか合計金額1万円超えたんじゃないですか。超えましたよ。超えました。超えました。1円超えましたよ。1万1円でした。すごいじゃん。そう、これほどぴったしの金額になったことないよ、格好で。ぴったりいきましたね。すごいよ。皆さん、今日のコーディネートは先ほど言ってたように全部テムで買いました。シャツ、カーディガン、バックパック、パンツと靴、もう全身ですよ、全身コーデ。テムに興味がありましたら概要欄のリンクをクリックをするか、アプリで検索バーでこちらのコードを入れることで1万5000円のクーポンコードをゲットできます。このクーポンをクリックしてから有効期限が24時間がありますので早めに使ってみてくださいね。今日はビール、ウイスキー、サワー、梅酒、いろいろ飲みましたけど、皆さんの一番好きなお酒は何ですか？コメント欄で教えてくださいね。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバイ。